まずやっぱり前との違いはもうとにかく柔らかい。これがすごくて、前だとこう勝手につま先に行く感じで、でもちょっと硬かった感じがあるんですけど、これは柔らかいので反発がめちゃくちゃもらえる。でも感覚的にイメージ的になんか外国人ランナーとかってこう一歩一歩めっちゃ大きくどんどん進んでいくじゃないですか。あんな感じで一歩一歩がめちゃくちゃ強いので、ストライドがもう自然と伸びていく気がします。いつもより 1.5 歩分ぐらい、いつもより 1.5 歩分ぐらいストライドが伸びるみたいな、そんな感じで走れます。あとこのシューズの後ろのところが、前のネクストだと結構幅があってサイズが 0.5 大きいぐらいのやつ入ってたんですけど、これはそこまで広くないので、もうほとんど自分のサイズ、靴のサイズと同じ感じで履けるんじゃないかな。で、あとこれ見てもらったら分かる通り、もう薄い、ここがもうこのもうここの方も布みたいな、ほぼだからめちゃくちゃ軽いんですよね。ここも、うん、なんかスポンジみたいで、あとこれナイキのエアマックスみたいな、この空気入ってるやつ、これがあるから、さっき60秒ぐらいで最初入ったんですけど、抑えて入っても最初の230秒みたいな、もう勝手に出ちゃう、勝手に足が進んじゃうし、あと残り1周になった時にもう上半身めちゃくちゃきつくてめちゃくちゃしんどかったんですけど、もう足は残ってるみたいな。正直やっぱり3分切るぐらいのペースで走れるにはもうめちゃくちゃいいんじゃないかなと思います。で、まああと強いて言うなら、まあ、ほんとここがめちゃくちゃ薄いんで、ちょっと穴開きやすいのかなっていう心配と、あと雨に濡れた時にこれがもっと重く感じるのかなっていうのと、あとはこれ幅がめちゃくちゃ大きいんで、本戦自分背が大きくなった状態で走るので、まあ、ほんと慣れが必要なんじゃないかなと思います。もうこれを履きこなせる、まあ、筋力さえあれば、まあ、確実にタイムは伸びます。もうそれぐらい破壊力抜群です。ぜひ皆さんもお試しあれ。ではまた。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。これからもいろんなことに挑戦していきます。リバティー。